1944年登場する B-17 フライングフォートレスにピストルパッキンママと名付けた米空軍女性パイロット部隊のパイロットたち。ピストルパッキンママはアルデクスターがボイルゼムキャベッジダウンの旋律をもとに歌詞を乗せた1943年の曲。この曲は後のホットカントリーソングスチャートの前身であるジュークボックスフォークレコードのチャートで 最初のナンバーワンとなった曲であった。ビング・クロスビーとアンドリューズ・シスターズは1943年9月27日にデッカレコードのためにこの曲を録音し、この版はジュークボックス・フォークレコードチャートで最初のナンバーワンとなり、これに1942年3月18日に録音されたアレデクスターと彼のトゥルーパーズのオリジナル版オーケーレコードが続いた。 ビング・クロスビーが録音したピストル・パッキン・ママはハーレム・ヒット・パレードで最高3位となった。アルデクス・ターバンの B 面に収録されていたローゼ・ギタは同年の遅い時期に同様に同じチャートの首位に立った。クロスビー版と同じくアルデクス・ターバンもハーレム・ヒット・パレードに入り最高5位まで上昇した。パティ・アンドリューズは後年の改造でクロスビーがアドリブで えーザットシング、ダウンビフォーイットゴーズオフハーツサムバディと歌ったのがおかしくて、姉妹ともども吹き出しそうになったをこらえていた、と述べている。ジョー・スタッフ・フォードをフィーチャーした、ザ・パイド・パイパーズは、ポール・ウェストンと彼の楽団と共に、キャピトルレコード140として、この曲を1943年9月27日に録音した。ルイ・ジョーダンは、 1943年11月にロサンゼルスのオルフェウス劇場でヒルビリー町でこの曲を演奏し笑いを誘った。ジーン・ヴィンセントの1960年のバージョンは全英シングルチャートで15位となったがこのバージョンでピアノを弾いていたのはジョージ・イ・フェームであった。フレーミング・ルービーズは1969年のデビューアルバムスパースナスにこの曲を収録した。 ストンピン、トム・コナーズは1971年のアルバムでこの曲をタイトル曲として収録した D。沖縄の歌手の堀川さね人は戦後に米軍基地で働いている間にこの曲を耳から聞き覚え、後にペストパーキンママと題して歌うことがあった。テルやリンスケと共に演奏したバージョンがコンピレーションアルバム It's Only a Show Best Of。 上川りかわさねひと1975から2004に収録されている。アービング・バーリンがミュージカルアニーよ銃を取れのために書いた楽曲ユーキャン t ゲット・アマン・ウィズ・ g ガンにはエーマンズ・ラブ・ g ズ・マイティヒール・イ・ブン・バイエーナイティフォーエーガル・フー・ヒー・センクス・イズ・ファンバット・ゼ a ドン・ f バイ・ピジャマ・フォー・ピストル・パキン・ママーズという一節がある。この曲のコーラスの部分は 1970年代のイギリスでラウントリーフルーツパスティルズのテレビコマーシャルで使用され、決めゼリフの行が韻を踏んだダジャレになって、パスティールピキング、ママ、パスゾーズパスティールズラウンドと歌われていた。スパイクミリガンが自身の第二次世界大戦中や戦後直後の体験を踏まえて執筆した1986年の回顧録、グッバイソルジャーでは、この曲が何度も言及されている。 そこではムッソリーニがジャズ嫌いだったという話が語られ、彼が打倒された後、イタリア人たちはこぞってジャズにのめり込み、この曲も当時大人気を博したため、ミリンガンたちのグループもしばしばこの曲を歌うリクエストとされたという。また彼によれば、この曲はイタリア人のジャズバンドが演奏する代表的な楽曲になっていたといい、中にはこの曲しか演奏しないバンドすらあったという。 ブライアン・アダムスがボーカルとしてクレジットされているアルバム A, P ・ C プレゼンツザアンラリサブルテープスにもこの曲が収録されているビング・クロスビーとアンドリューズ・シスターズのバージョンはビデオゲーム LA の R やホールアウト4でゲーム内のラジオ局から流れテレビシリーズエージェント・カーターのエピソードザートミック・ジョブでもこの曲が流されるテレビのバラエティ番組 ヒーホーの第151回ではバック・オーウェンスが率いるヒーホー・ギャングが藁の山の前でこの曲を歌う。1964年テレビ番組マク・ヘール・エス・ネイビーのザ・レージ・オブ・タラ・ツパと題された回では俳優ジェシー・ピアソンが演じるハーレーハット・フィールドという登場人物がこの曲を何度も歌う。B-17 フライング・フォートレスの一曲は ピストルパッキンママと相性が付けられていたが、1944年7月20日のライプツヒ空襲の任務の際に失われた。ありがとうございます。